ニコニコリンクときちゃんです。はい、ということで今日はときちゃんのソロ開封動画です。はい、実はね、まあ、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけれども、ときちゃんの挨拶が決まりました。いや本当に何度でも言うんですけれど、皆さん考えてくださってありがとうございました。ときちゃんの好きなポケモンとか合いそうだなっていうポケモンで考えてくれてね、まあ、結局ねコリンクの挨拶になったんですけれども、今後はねこの挨拶を体に浸透できるようにたくさん言っていきたいなと思います。で今日はですね、何を開封していくのかと言いますと、こちらキャンディー&スナックです。これねすごい可愛くてですね、海外のお菓子のデザイン風になっていて、いやーもう美味しそうなんですよ。とにかく可愛いけど食べたい、早く開けたいので早速ね開封していきたいなと思います。はい、じゃじゃんと今日は20個開封していきたいと思います。今回ねこのキャンディー&スナックが全部8種類なので、コンプリートをね今日は狙っていきたいなと思います。じゃあまずはラインナップのご紹介をしていきたいと思います。ラインナップはピカチュウグミ、不思議だねナッツチョコ、トカゲホットスナック、ゼニガメスパークリング、ゼンガーロリポップ、 EV クッキー、ニャース小判チョコ、カビゴンマシュマロ。今回のトキちゃんの狙いはこのゲンガーロリポップです。いやーこれデザインがねめちゃくちゃ可愛い。はい、じゃあ早速まずは1個目開けていきたいと思います。せーの、よいしょ。おー、あー可愛い。はい、1個目は不思議だねナッツチョコでした。想像よりもねすごく大きいんですよ。でね、こういうお菓子系のキーホルダーってここのね上が閉じてることが多いと思うんだけど、なんとじゃじゃーん、こんな風に中身が取り出せるようになってるんです。これはねすごい可愛い。でこのお菓子のパッケージの裏側、よくねカルシウムいくつですってお菓子に書いてある部分あると思うんだけど、そこにね着で見えないんだけど、栄養成分1袋あたりソーラーパワー満タン、背中の種成長中、不思議いっぱいってね書いてあるの。このね細かいこだわりがねすごい。ということで1個目は不思議なれだったんですけれども、いやこれはね可愛すぎるよ。中身が取り出せるっていうのがすごいいい。ナッツもねしっかりよくできてるし、パッケージのね裏側もしっかりお菓子みたいになってて、これはねなかなかにすごいですよ。それでは2個目、せーの、よいしょと。あー可愛すぎる。2個目はピカチュウグミでした。いやこれ超可愛いんだよ、見てみて、じゃじゃーん。中身のお菓子はねこんな感じ、モンスターボールとピカチュウのねグミが中に入ってます。はい、そしてね裏側噛むとビリビリ、ピカチュウの形のレモングミ、ほんとちっちゃいんだけど、内容量にケチャップ1本分って書いてあるの。グミにケチャップ1本分、これほんとにね細かくってよくできてるんですよ。いやこのね細かい名称とか原材料名とか内容量保存方法っていう細かい部分をねぜひね見ていただきたい。それでは3個目、せーの、はい。3個目は人影のホットチリスナックでした。これの中身もすごいですよ、じゃじゃーん。このリアリティ本当に食べれそうだもんね。そしてこの裏側、これね面白いとこまた見つけちゃいました。保存方法、雨が降るまでって書いてある。今のところかぶらずに来てますね。4個目、ファイト。おー可愛すぎる。4個目は EV クッキーでした。待って可愛すぎる。中身のお菓子クッキーがねすごいのよ。これねよく見ると EV フレンズの進化タイプごとにクッキーがデザインされてて、もう超細かい。でこのお菓子の裏側ね、この EV クッキーの賞味期限は進化するまで。いやーすごい面白いな。でこのねそれぞれ入ってるクッキーが進化タイプごとって言ったんだけど、このね裏側の原材料名もバブルエキス、ビリビリパウダー、キノコバターとかね、タイプごとのこう味をイメージしたねものが書いてあって、本当にねもう細かいんだよ。それでは続いて5個目、せーの、ポイント。あー
すごー。5個目はゼニガメスパークリングでした。すごい、この勢い。裏側はね、こんな感じです。さらにね、お菓子よりもちょっとちっちゃい文字で書いてあるんだけれど、シュワシュワ爽快って書いてあります。それでは6個目、せーの、よいしょ。あー、6個目は不思議だねナッツチョコでした。うん、早くもかぶりが出てしまいましたね。いやー、でも何個出ても可愛いわこれは。それでは7個目、せーの、はい、すごい。はい、7個目はカビゴンマシュマロです。待って、これさ、収まりきれてないんだよ、マシュマロが。うわー、すごい量のマシュマロが入ってる。で、この裏側にもね、内容量たっぷりって書いてあるんですよ。それでは8個目、よいと、不思議だねナッツチョコでした。なんだか不思議だねに好かれる一日だな。続いて9個目、いきます。よいしょ、ピカチュウグミでした。こちらも2個目だね。半分まで来ました。10個目、せーの、ファイト。あー、10個目はカビゴンマシュマロでした。やばい、2連続かぶりでした。では続いて11個目、せーの、ファイト。あー、あー、 EV クッキーでした。ときちゃんがね、欲しいなって思うものはね、なかなかすぐには出てきてくれないんですね。続いて12個目いきます。せーの、よいしょ。あー、きたー、ゲンガーロリポップでした。待って、かわいすぎるこれ。表のパッケージはもちろんね、裏もすごいかわいいの。一番下のご注意のところに、スティックを加えたまま遊んだり走ったりしないようにしてください、ゲンガーに狙われる可能性がございます、だって。へえ、かわいい、めっちゃかわいい。はい、ようやく出ました、狙っていたゲンガー。いやー、もうこれは本当にかわいい。カバンにこうやってつけよう、めっちゃかわいい。それでは続いて13個目、せーの、はい。なんと3個目のカビゴンマシュマロでした。続いて14個目、はい、ゲンガーだー。いやー、かぶりですけれど、いやー、嬉しいですねこれは。15個目、あとね、出てないのがニャースのね、小判チョコ1つだけなんですよ。それがね、出ればコンプリートなんですよ。うん、そろそろ出てほしい。いきます、よいしょ。あー、15個目はゼニガメスパークリングでした。いやー、なかなかニュアンス出ないですね。じゃあね、あとはね、残すところ5個なんですけれども、ちょっとここでね、ときちゃんのお菓子トークをねしたいなと思うんですけれど、皆さんもね、やっぱりお菓子めっちゃ好きだと思うんですけれど、ときちゃんもね、お菓子がね超好きなんですよ。お菓子の量り売りってあるじゃないですか。あれでしかね、食べれないこう海外のお菓子たくさんあると思うんですけれど、その中でもね、ラムネがすごく好きで、ラムネだけを、なんて言うんだろう、安くたくさんあのお菓子が食べたいなと思って、ときちゃん実はですね、カナダから量り売りのお菓子のラムネはね、取り寄せて食べてるんですよ。だいたい1回ね、300g ぐらいで頼んで食べてます。いや、でもこれをね、開封してたら、もうこの後にでもね、すぐまたお菓子食べたいなって思っちゃいますね。お菓子への愛を語ったところで、続いて16個目開けていきます。いきます、ほい。あー、16個目もゼニガメスパークリングでした。それでは17個目、いきます、よいしょ。トカゲのホットチリスナックでした。これはね、2個目だね。なかなかニャース出ない。18個目、やっぱコンプリートは難しいね、なかなか。よいしょ。18個目はピカチュウグミでした。19個目、いきます、いきます、いきます、よいしょ。あー、出たー。はい、ようやく出ました。19個目はニャースの小判チョコです。待って、リアリティがすごい。今までのね、お菓子みたいにこう内容量がね、裏に書かれてるわけではないんだけれど、金の包装紙がすごいキラキラしてて、ここのね、チョコのアルミホイルの感じとかがね、すっごいリアル。やっと出ました、ニャースの小判チョコ。嬉しい、これで全種類コンプリートだ。すごい嬉しい、初めてコンプリートできた。でもギリギリだったね、もう全然出ない可能性もきっとあった。最後、この20個目で、ね、
ちょっと最後だしね、この中身の予想をしてみようかな。もう一個ニャス小判チョコが出ると予想します。いきます。よいしょ。はい、最後は EV クッキーでした。いやもうほんと何が出ても可愛いねこれは。ということで20個すべて開封し終わりました。いやほんとにね、このキャンディー&スナックのシリーズは可愛いだけじゃなくてめっちゃくちゃリアルで細かい。それではこのキャンディースナックの大量開封、美味しそうだな、めちゃくちゃ可愛いなと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お腹すいた、お菓子食べよ、ポケルン。さあどんどん進んでいきましょう。いきましょう。あ、わかった。あれはね、押すんでしょ。これ押すって言ってたんだ。言ってた言ってた。あ、言ってた。全然捕まっちゃった、ゴールバット。やばい、おっきいな。でかい。まあ捕まえよう。向こうから寄ってきたということは捕まえてほしいんだろうな。せーので、傘になりたいんだ。あー、ちょっと拒否された。しきしょー。いいよ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 、順調だから。うん、頑張って。ああ惜しい。期待させるやつよっ。全然全然全然ダメだった。いくぞ。全然ダメじゃん。あ、いいよいいよ。オッケー。はい、ワン、ツー、スリー、はい、よーし。オッケー。難しい、待って、わーいーみたいな。めっちゃ難しいんだけど。それちょっとできないな。できない。すごい難しかった今。そう、NG あったか、泣き声。全部難しいんだけど。じゃあ押し出すよ。いいよ。よし、かわいい。頼むぞ、EV。 いいよ。おりゃー、かわいい。あ、ちょっとちょっと、ちょっと、頑張ってたのに。レジラはまた今度。じゃあね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。行くぞ。うわ、いいよ。落ちちゃった。そんなこと。え、どこ。どこ。ここど、お、お、え、あ、落ちて下の階に行って、うん、そういうこと。攻略。え、すごいじゃん。いいじゃん。ちょ、こっち行ってみよう。はしごだ。奥にもなんかあるね。まあ、パウガウがいます。おー、いいよ。ボールがある。木の実かな。なんだろう。たっくんはシルバースプレーを見つけた。ありがとうさん。よいしょ。パウガウ結構いっぱいいるね。ね、パウガウばっかりだ。あ、まずモンスターボール。オッケー。おー、出てきた。できるの。もう満タンの薬を見つけた。これは嬉しいね。うん、大事。狙われた、狙われた。あー、なんだー、もうめっちゃ狙われてた。ゴルバットはもう捕まえたからいいよ。はい、バイバイ。バイバイ。でも、オッケーオッケー。下に、よし、下に行きましょう。ほい。どうすっかな、これ。広いね。広いよね。また落ちれるよ。落ちよう。はい。びっくりした今。あー、なんだ、あらららららら、なんだこれ。目が回っちゃうよ。やばいよ。三半規管やられちゃうね、あれ。メリーゴーランドじゃん。なんかいる。なんだ、なんかいるよ。なんかいるよね、これ。なに、誰。あ、かわいい。シェルだ。かわいい。これは捕まえよう。行きましょう。よし、そう、え、ああ、あ、怒られた。いくよ。泳ぎ方結構独特だけどさ、ね、こうとかじゃないんだ。よいしょ。ああ。よっ、それ。いいよ。よし。ワン、ツー、スリー。いいよ。あら、惜しかったね。惜しいよ。まあ今度こそ。いいよ。いくよ。イエー。三、二、一。ゲット。難しい。チャーチャーみたいな。めっちゃ難しかった。いやー、ダメだ。もう一回。もう一回。うん。これ
これ無理だよ。これ無理か。これは無理だよ。難しいよ。難しかったか。どういう音かわかんない。どんな攻撃にも耐え、もう一回。どんな攻撃にも耐える。硬い体が開くと柔らかい。中身がむき出しになる。むかないであげて。むかないであげてお願い。むいちゃダメだね。こんな可愛いんだから。そうだよ。中気になるけどさ。ダメだよ、ダメ。こんな可愛いんだよ。ベロ出しちゃって。うん、そうだよ。